姉の二枚舌のお味はどうか。さぞや柔らかくとろけるであろう。言うに及ばず、そのサラダにはエヴァの舌を5枚も惜しげなく使っている。舌は1人から1枚しか奪えない。しかしわらわなら何度でも奪える。お気に召さぬか。まだまだ料理は続くぞ。ルドルフの顔の皮で包んだスズキのパイ、脳みそを茹でたスープに肝臓のフォアグラ、デザートにも期待せよ。兄弟だけではないぞ。お前が信頼しにもかかわらず裏切った人間たちをふんだんに調理した。この宴をそなたの心が満足するまで永遠に続けようではないか。永遠。嬉しいだろう。後ろ見やローザ、嫌がるふりなんかするなよ。本当は嬉しいってのは分かってるんだぜ。笑いたくば笑えばいい。ムカつく兄貴や姉貴の悲鳴の生演奏がないとご機嫌になれないってんならいくらでも聞かせてやる。いいんだよ、いやいやで。それがお前の性分なんだろ。本当は全身が泡立つほどに嬉しいんだよ。なのに表向きは苦しんでるふりをしてるだけなんだよな。いいんだぜ。ここにはお前が気にする世間体も体面も何にもない。存分の大笑いして食い散らかせよ。最高の宴だろ。後ろ見やろうぜ。すまぬすまぬ。デザートを驚かそうと思って内緒にしていたが、やはり明かしておこう。明かせばフルコースを食べ遂げようという励みにもなるだろう。デザートは、お前が愛しているふりをし続けなければならないマナ娘マリアとリンゴのオーブン焼きだよ。うまそうだろ。こいつを食べればお前は全てから解放される。自由だよ、自由。やっとローザという一人の人間として自由を得るんだよ。嬉しいだろ。嬉しいはずさ。よだれが垂れてるぜ。鏡を見てみろよ。ママがマリアのこと邪魔ならマリア食べられても平気だって。マリアはいつもママにひどいことばかり。ママが男の人を連れてくるときも静かにできなかった。ママが男の人とお泊まりしてくるとき
寂しくて暴れてお部屋を台無しにした。勝手に探しに行って迷子になって、警察のお世話になってママに恥をかかせた。何日も帰ってこなくて泣いちゃって、近所の人に慰めてもらってママに恥をかかせた。こんなマリアだからママの迷惑になってる。生まれてきてごめんなさい。だからマリアはママのために美味しいリンゴのオーブン焼きになるの。そしたらママに初めてマリアがいてよかったって思ってもらえるかな。マリアを食べて美味しかったって思ってもらえるかな。美味しいよね。寒類にむせべよ、娘がここまで行ってるぜ。マナ娘とリンゴのオーブン焼きなんて最高のデザート。これだけ美味しい食材に育てられる、あんた最高の母親だぜ。後ろ身がルーぜ。ママ、今までありがとう。バイバイ。待って、マリア、違うの。もうやめて。こんなの嫌。私はこんなこと望んでない。もうやめて、もう許して。いや、我がもてなしに満足してもらえたか。ならばそなたには認めてもらおう。わらわが魔女であることを宣言せよ。後ろ宮ローザはベアトリーチェを魔女と認めると宣言せよ。認めます。魔女だと認めます。だからマリを返して、私を解放して。ついに認めさせたぞ。小賢しきバトラはすでに屈服し、黄金鏡に招かれながらわらわを否定する愚か者ローザにも認めさせた。完璧だ。 It's perfect。 成し遂げたぞ、完璧な勝利を。さあマリアを連れて行け。ローザに美味なオーブン焼きを振る舞ってやれ。マリア、うまそうだな。俺にはてめえの牛乳をスライスしてサンドイッチを作ってくれ。その声は、家具となって魂まで屈服していたはず。そのつもりだったんだがな、てめえの趣味の悪いレシピに耳を貸してるうちに腹が減ってきちまってよ。魔女の丸焼きが食いたくなってきちまったのさ。それからマリア、自分を食べてなんてセリフは10年早いぜ。ただし10年経ったら必ず俺に言えよ。約束だぞ。約束する。バトラ君、待たせたな。どうぞおばさん、俺は忘れてたぜ。こいつは俺とこの女の一騎打ちだったんだ。俺が屈するわけには断じていかなかったんだ。どうぞおばさんが粘ってくれたおかげで再び戦う気力を取り戻したぜ。なくてはな、わらわの期待する後ろ宮バトラとはそうでなくてはならん。わらわを否定してみろ。
で、それをわらわは完膚なきまでに叩き潰す。何度でも屈服させてやろうぞ。一度靴をなめたそなたに何度でも敗北の味を教え込んでやる。何度でも屈服させてやろうぞ。一度靴をなめたそなたに何度でも敗北の味を教え込んでやる。上等だぜ、この後ろ宮バトラ。泥をすすってでも立ち上がる男だってことを教えてやる。俺は喧嘩で無敵だった試しはね、何度かは負けてる。だがな、必ず泥をすって立ち上がる。そして必ず蹴りをつける。男の喧嘩はな、負けを認めない限りどれだけ叩きのめされようと負けじゃねえんだよ。一本取られただけで俺が参ると思うなよ。楽しませてやるぜ、ベアトリーチャー。受けて立とうぞ、後ろ宮バトラー。カグド、次なるゲームの準備を始めよ。その間に貴様にはたっぷりと聞かせてもらおうではないか。こたびのゲームでは密室も多いぞ。そなたの家工場のほとんどをわらわが赤で叩き潰した。その上でさらにどのようなへりくつで言い逃れてみせるのか。礼拝堂の鍵、ジェシカの部屋の鍵、使用人室の鍵、夏日の部屋の鍵、客間の鍵、お前らのお得意な奇妄想、暴言、空想、はっとんでも頂点界斜め上でわらわをとことん否定してみせろよ。